はい、皆さんこんにちは、ケバ石秀こと池端秀幸です。今ですね、非常にですねコロナ問題で大変、いろんな不安とかを抱えている方が多くなってまいりました。特に、世界に目を向けるとですね、非常に日本だけがなんとなしにこう甘いんじゃないかと、危惧をしているところでございます。まあ、そんな中でテレワーク、やはり自宅でいなければいけない時間が増えるかもしれない、そういうことを考えていくと、やはり、その自宅にいればなんかこう気分的にもですね目いってきたりすると思いますので、こんな時こそこの美容の力、特にメイクの力を、ね、利用していただいて、とにかくその心に、自分の心にですね、このやる気っていうスイッチをですね入れてもらう、それがね本当に美容の力と思ってます。特にこれからテレワーク、いろんなこういう画面でですね、画面でやり取りするような、こういうオンラインでのその人間関係のコミュニケーションを取る機会が増えると思います。そういった場合でもこの映り方、画面に映る映り方の中で最も大切なのはこの眉の形、この眉の形、眉の印象によってですね、実は非常に印象が変わります。それからやはり画面でコミュニケーションを取るときというのは、どちらかというと少し薄く暗く映ります。そういうときに、まあ、暗く映った画面をできるだけですね、好印象にするためには、どちらかというと普通のメイクではなく、少し撮影を意識したような撮影メイクをされるといいと思います。強めにするメイク、そのためにもやっぱり眉をね、眉の印象を、意識してですね、してもらえたらと思います。そういう意味でも自宅で勉強していただけるこの無料メールマガ講座、全8回の動画付きの講座を作りましたので、ぜひ皆さんこちらをご利用していただいて、勉強してみてください。そして一日も早くこのコロナ問題がですね収束することを願って、ピンチはチャンスと言います。そしてチャンスはチェンジ、今までの自分の価値観とか、今までの自分のいらないものを断捨離していって、やっぱり新しい価値観であるとか、新しいライフワーク、いろんなものを見つけるいい絶好のチャンスか分かりません。そういう部分で、一緒にですね、元気に、元気にねやっていきましょう。昔僕のおばあちゃんが言ってました。シミができてしみったれた顔してたらダメだよ。目の下のクマを見て、疲れてるクマを見て、困ったな、ね、困ったな、そんな顔してはダメだよと、ユーモアなたっぷりなおばあちゃんでございました。皆さん笑顔を忘れず頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。ケバ石秀でした。ありがとうございます。